いやっちゃうよ、ライドです。そしていやっちゃうよ、ペコです。ありがとう。はい、ということで今日やっていくんですけど、今日はですね、ジャイブリブリやっていきたいと思います。ありがとうございます。そんな迷いました、ジャイブリブリなんですけどね、今ね、ちょっと現環境最強説が出ていて。なんですと？まさかの、ね、使用率今圧倒的トップ2つ上げてほしいです。どうぞ。ペッカとクロス。はい、そうですね。もうこれ別に打ち合わせとかしてないんですけど、もうマルチとか回してると、はい、とかグラチャルでも圧倒的にペッカとクロスが多いんですよ。多い。で、クロスとペッカで、ね、両方に勝てるデッキ、そんなものはね、存在しないんですけど、実はあります。このようにありました。このように一つだけありました。それがジャイブリブリです。ってことですね。いやいや、お前クロスには相性いいだろうけど、ペッカには勝てんやろって今思ったあなた甘いです。何も分かってない。最後で見ましょう。そう、最後で見ましょう。ってことですね。ジャイブリブリなんですけど、はい、本当にこのビジネスジャイブリブリとか、もう冗談抜きで、相性ペッカとトントン、うん、トントンです。で、今もともとは6対4ぐらいって言われてたんですけど、うん、ペッカの射程が長くなってヒットポイントが下がった関係で五分五分です。ありがとうございます。プリンスのダメージでペッカが溶けちゃうんですよ。そうで、相性で言ったら上手い人同士がやる五分五分なんですけど、五分五分じゃないと思ってる人が多いから結構そのペッカとかで、ジャイ対ペッカと当たった瞬間に煽ってきたりとか、うん、なんかもうジャイって分かった瞬間に煽ってくるペッカ使いとか結構ね、いて、あとシャシャってくるやつが多い。その橋前ユーノとか別に出さなくていいところでユーノ出してプリンス受けなくなってチーンみたいなのが結構ある。しかも最近のペッカだとマジアチャ型なんですよ。そうマジアチャだとなお美味しいよな。なお美味しいんですよ。はい、なんでかっていうと、はい、このジャイデッキってプリプリじゃないですか、はい、この突進系をマジアちゃんだけでは止めれない。しかも止めれるわけがない。そういうわけだ。しかも5が入ってるんで、これはもうマジアちゃん息してないもん、当然。もう息してないです。もう。ってことで、グラチャレ9勝1敗から死ぬか生きるまでやりたいと思います。はい、いきます。成果しか。はい、ではですね。ちょっと強そうな名前。この人見たことある気がする。グラチャレで。ちょうどね、VC 力見えない、うん。なるほど。はい。なるほど。はい、最初は、ザップとかメガゴを割いていく感じですよね。そうですね、まあメガゴが基本安牌ですけど、安牌順で並べるとどんな感じなん？安牌順はザップ、メガゴ、ザップ、メガゴ、何回ダクプリザップじゃあいいじゃん。ザップの方がいいんじゃん。じゃあザップも切っちゃっていいですか？どっちの方がいいの？個人的には、うん、ザップ、はい、からのメガゴ、からのメガゴっすね。もうゴレかラバの顔じゃんこれ。あーもう、おー、わかんな。まあ突進系を流すイメージですかね。まあそうですよね。もうプリンスじゃなくて、ここはダックフリーでいいよな。ダックフリーっすね。とりあえずね。そうですね。5コスはちょっと。5コスはね、基本ダックフリーとプリンス手札にあったら、ダックフリーが先、ね。まあダックフリーが先だよね。俺もそんなイメージある。はい。いやこれで、相手のデッキは？これさ、ありあり。あ、結構よくね。ありあり、これ簡単しやすいですね。そうですね、ゴボリないんで。うん、オッケー、来たよ、来るよ。これ厳しいですね。あー、なるほど。これどうすればいいか。リガーとか飛ばさない方がいい、ここは。リガーここはやめた方がいいですね。オッケーオッケー。まあ、ファイブザップで消しちゃってもいいですね。わりかし。なるほどね。じゃこれエレキが分岐するから、こんくらいで勘弁しとこうかな。しないね。しないね。これは、スケラの香りがしますね。スケラだとちょいつらな感じがする。ファイボだとね、ポイズンだとちょっとまた違うけど、ファイボだともう本当に縦ユニットを中に入れちゃダメっていう。なるほどね。おきてがあります。来そうな時は絶対中に入れない、はい、で今ベビドラ使ったから、でキョスケも使ったから、言うてゲーミングのところはある。言うてないですね。ですよね。はい。あ、バルーンじゃん。バルーンですね。そうだ、穴掘りあったわ。なるほどね、まあ、こう打っていいよな。はい、これ打たないと死にますね。死にますよね。はい、でとりあえずキョスケ、はい、なるほど。ここはメガゴとプリンスどっちがいい？自分はメガゴからですかね、はい、理由はプリンスだとこれあれですね、キョスケで止められてもうバーン食らって終わります。あ、なるほど、それは興味深い。はい、いいんじゃないの。いや、いいですね。結構いいよ。まあ、メガゴ先。いや、でも正直、
これさ、溜まりすぎじゃねえ、ユニット。やばいな。これやばいよな。これバルーン来るよな、多分逆サイに。どっちでも、どっちでも来るよな。ファイボン構えて、ドゥーンのやつやな、ほら。追加しすぎだな。うっ、うっ、うっ。うわ。怖ーい。うわ、死ぬんかい。そっか、バルーンじゃねえんだ、あれ。ミラゴサ来たくない。あ、やばい。これやばいっすね。やばい。やめてくれー、頼むー、頼むー。あ、入っちゃった。こんなのが来るの、なんで。なんか、最近ちょっとありますよね。ある、ジョスケバルーみたいなのがちょっと流行ってる。やべえんだって、これ。何に勝てるんですかね、これ。あ、ちょっとペッカに勝てそうだし、ちょっとペッカに勝てそう、ちょっとクロスにも勝てそうだし、確かにこれ。いや、待て、やめろお前、やめろお前、やめろお前、俺はジャイプリプリの動画を今、俺ジャイプリやってるの、俺がやってるの、やめろお前。これもう、まあ確かにね、俺次このグラチャレ終わったらこのデッキが練習してる。なんと多分このデッキ同じタイトル、同じタイトル、ね、ペッカとクロスに勝てる、これしか勝てない、これしかないで、今さえぐいほど増えてるよね、このあ、そうですね、キョスケバルーン、うん、型は違えど、シンプルにきついと思いますね。あのキョスケって基本的に単体ジャイとかだけがうざいじゃないですか。うざいうざいうざい。だけどごぼうりがあることによって、そう、単体ジャイもできない、ね、できないんですよ、確かに。で、ね、もういい、そう、動きを封じられつつ適当にバルーン出されて終わるっていう。それな、今めっちゃ適当にバルーン出されたもん、今体育館のにバルーンパンパンって、でパンってされて、ピューッつって死んだ。助けつらいんですよね、全然マッチングしないし、えぐいてー、なんでー、やばい、もう崖っぷちやん、やばい崖っぷち、マジでマジで勘弁してほしい。これさ、もう早くマッチングしてほしいんだよな、マジで。なんで上半身脱いでるのか。暑かったんだって。基本的に裸族なんで、みんな、みんなね、みんな、みんなラットとラットぐらいか。いや、ラットとライキさんなら二人しかいないな。いやうん、長くない、長いよな、マルチいっちゃう、何しろ、いやでもこうなってくるとそうなっちゃうよ、いや長すぎるんだって、これさ事故るんだよな、マジで放送。おい、来たー、お、究極完璧だ、この人は、うん、あれっす、絶対誰かのプロのサブアカで、あの多分海外の人なんですけど、海外のプロのサブアカで、熊本って書いてますね、人、あれっすね、ほんと熊本本部って書いてある、ワンチャン熊本文部だな、文部だ、あの究極完備的は、はい、グラチャレの鬼グラチャレプロですね、もうあの究極完備的といえばグラチャレみたいな、結構いい流れじゃないですか、結構いい流れ、これプリンサーでいいよね、はい、だからロケッチャー撃たれるか、これワンチャン、そうですね、まあインフ、あ、これは惜しい、ちょっと待って、俺さないの、ない、8番目なの、ああ、終わりだったのに、もう終わりだったな、終わりだったのに、相手甘えてるわ、終わりだったのに、なんでそこにインフェ出したんだ。ないの知ってた、あさては。バレてんじゃないと、ヘラ。究極完備されてた。いや、今の終わりだったよな。終わりだった。結構。結構は終わりなやつだった。いや、ユニット守ろう。あ、じゃあ上でよかった。もったいね。あ、でもこれさ、回ってなくね、回ってないですけど、回すんじゃないですか、あと1枚と、だって、ああ、ああ、アイスピバレルしてるからちょっと感覚、確かに分かんなくなる時ある、うい、さあこれギャング出しづらいか、ビガー飛ばしてもよかったな、これ全然よかった、飛ばしても、うん、でこいつらを無視してプリンスギャングを左にします、どう、結構よくない、プリンスギャング、あ、プリンスビガーやばいやばい、出ない出ない、セク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 、あー入っちゃったー、最悪なんだけど、マジでジャップ振ったけど、ジャップ持ってないんですよね、最悪なんだ、俺さ今さ絶対入ると思ってさ、うわ、もったいない、ディガーディガー掴めてなかった、マジで
これ多分ハシマイプリンのやつやな。見てて、はい、来た、まあ、そうですね。ワンチャン延命される、してこない。さあこれはジャイで、ジャイで滝を取り、1体取れる、よいしょ。さあこれダックプリ先行だが、先行だが、さあここでギャングを切ったのを見計らってプリンスですね。これは結構いいですね。いいですよ、これは。相手も一生懸命ギャング回します。ギャングを回して出すんですが、ファイブを打つ。これはいかせ、いいよ、いいよ、ダメ、さあこれプリンス受けがないから、いい、1枚、あー、しっかり回していきます、いなしていきます。いや、くそ、それよくねえ、マジで。やばい、危ねえ、ダメだよ。いい、ここで、これ正直言って枯渇はきつい。これいけじゃない、なんかいけそう、いけそうだな、ロケか。いやー、しかしアドがあるぞ。さあちょっとここは難しいですね。さあメガゴ犠牲に、はい、こら、なに、なに、なに、あー、来てる、あー、出たよ、おかしいだろこれはマルチで発散するやつ、マルチで発散しますいや、枯渇と助けられるわ違くね、なんで俺はペッカのクロスをしばきたかったの、なんで女の子が来るんですか。枯渇はもうね、クロスにしばかれる運命なんで、究極完備されたんだけど、なんなんですかマジ。さあ、カティフラムさん、カティフラム、これはワンピースですね。そうなんすか、知らない、さてやばい、フランキー、フランキーの名前これ。あ、そうなんすか、うん、やばい、フランキーは知ってるけど、非国民って言われてる、非国民です。あのワンピース知らない人、俺非国民って呼んでるんで、スーパーじゃないか、スーパーの人スーパーの本名あ、そう、そう、俺それ知らない人非国民って呼んでるんで、よろしくお願いします。簡単に残すって何でしょうか、わからない。うわー、なんだそれ。さあ火力を切っちゃったんで、これ辛いっすね、防衛が。あれも打たざるを得ないか。お、ここはユニットで守る、いいよ、ライトじゃないよな、さすがに。よいしょ、よくないこれ、どう、どうだろうがそんなよくないっぽい反応してるそんなよくないみたいな。いやでもこれハンター来る、俺知ってる、おお、よいしょ、来た来た来た、取り返すプレイ、取り返したよ、取り返していく、いけ、いけ、残りましたよし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 、来た来た。もうジャイじゃないじゃん、今ファイブで決めたじゃん。違う違う、ジャイですジャイプリプリが最強だからジャイプリプリが最強だから読みのファイブで決めちゃったじゃん、なるほどね。相手もちょっといくよ、なんだろうこれ、スパーキーなのかな。スパーキーだね、さすがにゴブジャイってスパーキーじゃない、うん、あれじゃん、ケンツが使ってるやつ、古き方のスケ型なんすね。あ、確かに、だからタルババをスケにしてんのかな。あー、ありえますね。これハンター使ったから逆サイ行っちゃって、あ、これスパーキー来るやつだから落ち着こう、一回一旦落ち着きポイント、カディーン、カレー、カレー、いやー、これ来るよな絶対。地味ハンター、誰よ、違うんかい、相手これやってる、やってるやってる、いやー、これライトかな、うん、ちょ待って、ちょ待ってな、ちょ待ってな、ちょ待ってな、誰も待ってくれないよ、ちょ待ってな、誰も待ってくれない、ちょっと待ってな、ちょっとだけ待ってな、いやー、やりゴムがあったわ、ちくちく、よいしょ、まあまあまあ、え、コンクリの、あ、雪玉で死なないから、これ、お、うん、うん、80? これ捨ててもいいな、ワンちゃん、どう、天国選手権、いやー、これ組まれたら捨てていいと思いますけど、ライト打たれるかな、さすがに、1個出しちゃったら危ないんじゃない、あー、もう、雪玉だけで死なないからさ、これ。いい、いい判断、エレキだけ、エレキだけをスパーキー、あ、あれ、ライトこれ終わりじゃない、終わったくね、これ、これ何もできない、何もできないな、何もできない、おい、何もできない、おい、あ、おい、ありがとうございます、最強です、ジャイプリー、ありがとう、最強、最強デッキ、最強デッキ来ました、ありがとうございます全
全然ピッカもクロスも当たんないしかもなんかちょっときつくねこれも。スケであそこで5打たなかったら負けてたまである。スケでちょっとスケちょっといやらしい、いやらしくなってるフリンス系。はい、まあ、はい、ということでね、現環境最強説がある説があるね、うん、ジャイプリビューはねぜひ使ってみてくださいってことですね。本当にねペッカとクロスには強いです。いや本当に強いです。そう、五分って言ってるけど多分いやどうしようペッカ勝てなかったらもう俺のとこに来てほしい、うん、来てほしい。あ、手元チャンネルはね下のリンクに貼っておくんで、ジャイ講座やってるんでぜひそっちに預いてくださいってことで今日はこの辺で終わります。バイバーイ。